本日日の美食女ご飯丸ですえ今日は雪光を炊きましたちょっとね私があの今花粉症皮膚炎みたいになっちゃっててほっぺがね赤くなっちゃったんですねでおそらく花粉の影響が一番大きいんじゃないかなと思ってるんですけれどもなのでちょっとねそれをなんとか美食女ご飯であの治めようと思ってるのであのちょっとね今日はあの雪光っていうアレルギーがこう出にくい感じの あの、アトピーとかアレルギーに一番優しいとされているお米の品種なんですね。なので、こちらを今日は炊いて、すっごいさっぱりしてるんですね。でも、これはこれでね、美味しかったし、これでね、収まるといいなと思っています。で、全体図がこんな感じになります。<laughs> こんな感じです。はい。<laughs> で、これが、えっと、右上から、えー、っと、木綿豆腐の冷ややっこ。 えー、カンブリの西京漬け、えー、ブロッコリーのチーズ赤かナメカと白菜と長ネギたっぷりお味噌汁、えー、そして金時豆刻み漬けそして雪光炊きたてっていう感じでもう最高最高最高でしたね本当に美味しかったですね今日もこんな感じのね美味しい美食女ご飯をいただけて幸せでしたね 本当にこれも美味しくて無言でいただいちゃいましたね。ねあ、これ動画、動画ちゃんと倒りました、今日も。あんな感じでね。こういうなんかご飯が結局好きだったりするんですね、私。意外とこういうのが好きなんですね。フレンチとかもいいと思うんですけれども。でも私結構こういうあの和食とか素朴なご飯が実はね、やっぱり好きなんですね。 でこれあのお醤油と、<laughs> なんかすごいリアルなんですけどお醤油かけた図なんですけど鰹節とお醤油。ねこれでも本当にあにもう最高でしためちゃめちゃ美味しくてすごい幸せでしたでこちらもえっと寒ブリとね大根おろしたっぷりでこれもねあの本当と私焼きすぎるぐらいが好きなんです <laughs> 私も焼きすぎるぐらいが好きで うん、なのでしっかりあの焼いて生焼きがすごい嫌なんですねお魚のなのでしっかり焼くんですけども最強漬けだとどうしても焦げちゃってねで焦げてでも食べるとあんまり良くないじゃないですか糖化しちゃうとかね癌になるとかいうのでなのでねちょっとあのしっかり焼きはしたんですけども、まあ、なるべくちょっとあの焦げてるところは少し取ったっていう感じですねでも本当しっかり焼くのが好きです、ね、美味しかったかなこれも こんな感じで、ちょっと醤油をかけていただきました。で、これが、あ、これはね、1時間にわたってまたお話しした、えー、プリプリラジオです。で、こちらですね。こちらも、あのー、コーディネート、ソロ活 MV、伊さだうなぎ、あ、5ヶ月前ですね。こちらは5ヶ月前の私の映像なんですけれども、 これはね、あの、ミュージックビデオまたあの、再生リストにたくさん放り込みました。<laughs> 再生リストの、えっと、えー、うんと、MV のところ、えー、ルックブックのいっぱい挿したんですけども、それでいろいろちょっとスクリーンショット懐かしいので撮ってみました。こんな感じです。懐かしいですね、このコーディネートも。これ結構好きだったかな。これ、一回だけ母、 と一緒にこれでお出かけしたしてね。なんか可愛いねって言ってくれてたのを思い出します。私にしては珍しくロングのワンピースです。ジルスチュアートかな？これ、まあこれもね。あのお気に入りの富士山のお写真、またスクショしちゃいました。ありがとうござい。ます はい。えー、で、こちらは、ショートパンツかな。これも懐かしいですね。なんかいろいろね、復活進行とか、今日歌った曲のあの MV をいっぱい探し出して、また再生リストにの追加したんですね。なのでいっぱいまた、あの、適当に撮っちゃいました。ああ、これも懐かしい。最初くらいに、あの、うん、ショートに、ショートパンツに挑戦したぐらいな時ですかね。 これは白いワンピース。これも懐かしいですね。レッシュパステの。あんな感じですね。はい。もう53秒。あと5秒なりました。今日も皆さんありがとうございました。